本と違うところもあるんですけど、やっぱり近いから少し似てる部分もあるので、すごい住みやすいです。4ゲーム目負けてしまったのがダメだったのと、あと7本の試合がすごい難しくて、そこが反省して次の試合に生かしたいです。中国の方が短く集中ってイメージで、で今回も練習時間すごい少ないんですけど、いつもいっぱい練習するタイプなので、そこは、違うなって思います。良かったんですけど、今日と同じで7本の試合で負けてしまったので、そこが課題というか反省します。はい、好きなプレーがたくさんで、自分が好きなプレーが全くさせてもらえずに負けてしまったので、もっと自分が先手を取れるように頑張りたいです。相手がその自分の嫌なところをたくさん狙ってきて、自分嫌いなところを相手私にやる、それから私が好きなプレーできない、わかる。あと1回は絶対勝って帰りたいです。嬉しかったので、いろいろお買い物したいなって思ったんですけど、全然時間なくて、すぐ中国リーグだったので、もう何も考えれなかったです。で、中国に勝ちたいです。ユーシブン選手が好きです。難しい。みんな強いので、はい。ラケットはスティガーです。そしてクリップアウトです。でもこうやってもらえることはすごい嬉しいので、はい、かっこいいしありがたいです。勝って団体戦でも個人戦でも金メダルが取れるように頑張りたいです。Thank you.